久保さん、ナイトライダー、一分の一モデル面白いですね。一 <laughs> 分の一モデル持ってんだけどなって、面白いっすね。なかなか持ってないですよね。<laughs> まあ今ね、ああ本当にそのインターネットが出たことによって、まあ中学生でもね、月収700万とかね、中学生でも1000万だったかな。まず、あ、それちょっとタイトルにしておきましょうか。まあ中学生で月収700万とかで検索すると出てきますから。 YouTube でも出てくるんじゃないですか中学生月収700万。あ、出てきますね。はい。月収700万中学生にしときましょうか。月収700万中学生にしとこう。タイトル的に。はい、どうですかね中学生で700万、どうすか <laughs> どうですかねう なんかね、あの、僕のコンサル生で去年大学、今年卒業去年大学卒業したかいるんですよ。で、大学在住中に月でね、1000万あげたんですよ。で、まあ、親父も知ってんですよ。で、親父ちょっとタジタジになるっていうね <laughs>。何十年も働いてけど、月収でね、1000万なんかもらうことないじゃないですか、会社から。息子、大学生にして1000万みたいな。 ちょっとタジタジって言ってましたね。うん、<laughs> どうすかね。大学生で月収1000万これもパンチありますよね。どうすか。うん。だから今ね、ほんとね、時代変わってるので、うん、なんでそれが可能になったかっていうと、もう間違いなくネットです。これネットが出てなかったら、そんな無理ですよ。 うん、だからネットを見る側か使う側かによってもう収入の差はもう歴然として分かれてるとだからいまだにネット疎、うん、いって言ってるのはちょっときついですね、うん、これから生き残っていくのが本当にきついと思います、まあ、生き残っていけないことはないですけどねどちらかというとネットを使えるマスターになって発信情報発信も自由にできるっていうスキルですよね うん、それがあった方が、まあ、そもそもネットビジネスのけん、ネットビジネスって一言で言うと情報発信ですからね。もう一度言いますね。ネットビジネスって本当にざっくり一言で言うと情報発信ですから。ツイッターでも情報発信する。フェイスブックでも情報発信する。インスタでも写真の情報発信する。動画でも情報発信する。ブログでも情報発信する。そこに何が載ってるんですか情報ですよ。わかります だからネットビジネスっていうのはそもそもインターネット上に何があるんですか情報があるんですよ。で、その情報を見る側なのか、発信する側か、もうこれに2極化です。で、この発信する側に回らなければずっと搾取される側ですよね。で、久保さんの場合は搾取されても搾取されたものでまたお金に変えるっていうね。ナイトライダーのあと動画撮るんでしょね。またそれでアクセス稼ぐ、アクセス来るじゃないですか、久保さん。 1>, 1分の1持ってるんだけどね。1分の1持ってるやつがね、なかなかあどうそう発信してないじゃないですか。なかなか面白いですよね。<laughs> 1分の1を移した後に <laughs>、これ何分の1ですみたいな。<laughs> どうですかこれ Amazon かディアゴス g h 2で買えますみたいな、ね、アフリートでできますよね。1分の1持ってるやつがあれでやると結構強いっすね。久保さん。説得力感あるんじゃないですか。うん。 スカイライン GTR34 も出そうですね。どうなんだろう。あんのかなあ,ありますかね、うん、まあいいや。はい。ということで、情報発信しろってことです。いってらっしゃい。